25日にホームで鹿児島戦を控える J2 藤枝マイ FC は22日、焼津市内で練習。チャレンジャー精神で臨む、と DF 山原幸太郎、23、ガキを引き締めた。鹿児島は11日の清水戦で0対4と大敗するなど、現在3連敗中の18位。だが藤枝11に油断はない。 J3 から今季昇格してきたチーム。去年の自分たちも同じ立場だった。気持ちはわかる。下克上精神で向かってくるはず、とやんばるは警戒した。自身は波に乗っている。前橋育英校、東京国際大を経て入団2年目。昨年は3バックの左が多かったが、今季は胸骨骨折で離脱した DF 川島に代わり、 3日の群馬戦から最終ラインの中央で先発中だ。一番やりたかったポジションと意欲を持って取り組んでおり、須藤大輔監督、47、も、成長著しい、いいムードを作ってくれていると褒める、前節、19日の山口戦では、0対1で迎えた後半18分のセットプレーで今季初ゴールも挙げた。 自信があるところ、やっと結果が出せたと目を細めた。この日も MF 西矢らの CK にヘリングを合わせる練習を居残りで行った。山口に1対2で敗れて連勝は4で止まったが、切り替えはできています。鹿児島を倒し、再び勢いをつける。